どんぐりFM。こないだ、はい、落語行ってきたんですよ。お、落語、いいですね。落語って知ってます？知ってます、知ってます。落語家が喋るやつですね。うん。行ったことあります？ないです。行ってみたいですね。ね。僕は昭和元禄落語心中っていう漫画が好きで。はい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 。いつだっけ？ケンスーさんが今年が読んで面白かった、うん、漫画。に上げてました。第1位がなんかですよね。あ、1位なんだ。へえ。あ、でもすごい面白いんですよ。2016年に読んだ漫画第1位とかだったんじゃないですか、ね。多分2016年に完結したのかな。うん。うん、すげえいい漫画で、はい、それ読むとストーリーもやっぱ面白いし、うん、あと落語聞いてみたくなるんですよね。うんうん、でそっから2年ぐらい経って、うん、ようやく行ってきたんですけど。どうでした？めっちゃいいっすよ。へえ。なんかね、落語って、まあ、映画館みたいに。そんなあちこちで聞けるわけじゃないんですけど、なんか代表的なのは都内だと浅草とあと新宿三丁目とかにあるみたいなんですよね。で僕新宿の方行ってきたんですけど、なんか100円かなんかで見れるやつ、いやもうちょっと高い。あ、そうなんですか。うん、3500円するんですよ。へえ。3500円するから、まあ、映画の倍ぐらいするんですけど、昼の11時から夜9時までやっててずっといれるんですよね。だから10時間ぐらいいたければいていいと、うん、でその10時間の間にいつ入っていつ出てもいい。もう一回入れる？もう一回入れないんですよ。だから例えば夕方から行って9時まで行く人もいれば、昼に行って夕方帰る人もいるし、なんか割といつ来てもいいんですよね、うんうん、そういう緩いところはね結構良かったなと思って。あとその10時間の間にもうたくさんの人出てくるんですよ。たくさんの落語家が1人5分とか10分ぐらいでバーッと面白いこと喋って、そしたらまた次の人ってなるから、結構入れ替わりがあるから、なんだろう、ずっと張り詰めてない感じなんですよね。へえ。でも5分とか10分なんですか？そう、1人、うん、へ、5分とか10分で面白い話をしてドッと笑わせて、じゃあこの辺でって言って去ってって、また違うおじさんが来るんですよ、落語家の。そんな感じなんでね、なんかね、例えば映画みたいに2時間ずっとじーっと気を張ってなくていいから、うん、結構ありだなと思った。へー、うん、気楽、見てる方も。なんか面白いのありました？すげえありましたよ、うん、なんかそのいわゆる昔の古典落語っていうやつなのかどうなのかよく分かんないですけど、普通に面白いおじさんが出てきて最近あった面白いこと喋ってくれるって感じなんですけど、それが普通に話もみんなうまいじゃないですか、当然。だからめっちゃ面白い。上方落語、いや東京の人なんじゃないかな、江戸前落語みたいな。そうそう、なんかありますよね。なんかね、江戸弁というか東京弁を喋ってるんで、うんうん、みんな多分東京で修行した方だと思うんですけど、うんうん、商店出てる人とか出てて、ほう、円楽さん、円楽さんなのかな、小遊太さんみたいな人出てて、うん、すげえ、さすがにすげえ面白かったなと思う。うまいんですか、やっぱ。うまい、うまい、うん、なんかうまいなっていう感じがした。なんでそれはまた行こうと思ったんですか？ずっと行きたかったんですよね、落語で。年末年始結構正月からやってるんですよ。へ、1日から。なんか落語って31日しか休まないらしいんですよね。へ、なので正月からフラッと行ってきてすごい良かった。へ、うん、なんかね、確かちょっと新宿で、うん、落語100円ぐらいで、何だっけ、そんなんなんですか。確か ありましたよ。なんだっけ、いや全然違うかも、薄ついてるかもしれないです。あ、やっぱり500円だよ。あ、そういう日があるのかな。そうそう、なんか、あ、そういう寄せなんかあるんですよ。そういう寄せの場所がある。そうそう、しかも夜中にやってるやつ。へえ。僕行ったのは末広亭っていうとこなんですけど。はい、はい、そうなんですね。あのね、土曜の夜は1000円っていうのもやってるみたいですね、うん、深夜レディースデーみたいな、深夜寄せみたいなのやってるらしいですよ。そこはすごいお得ですね、うん、うん。あとね、そのただ喋る人だけじゃなくて、途中でハサミで紙をちょきちょき切って絵を作る人とか、うんうん、あとすごいコマ回して傘の上でコマ回すとか、そういう、なんだろう、大道芸みたいなやる人も挟んでくるから、うん、いつもより多く回っております。そうそうそう、そういう人も入ってくるから全然飽きないですよね。へえ、落語ね、うん、僕は昔ポッドキャストで、もうなくなっちゃいましたけど、ポッドキャストで落語をいつも聞いてましたね、うん、あ、そうなんだ。でものすごい量があったんで、それ全部聞いて面白かったですけどね。30分、ちょうど多分30分ぐらいなんですよね。
いやいいっすよね落語ね、うんうん、いや面白い。僕ねそのポッドキャストでわー忘れちゃったな2つぐらい聞いてて、うん、もう本当に感動してちょっと泣いちゃったのがあったんですけど、うん、なんで泣いちゃったのか中身全部忘れ全部忘れちゃった。今ポッドキャストそうやポッドキャストとかでも落語聞けるんですね。あるのかな、ちょっと今は分かんないですけど前はありましたね。あとなんだろうね、聞くと YouTube とかで聞いたりとか、 ありそう。オーディブルで、うんうん、オーディオブックで聞いたりとかできるみたいですね、うん、落語面白いですよね、うん、僕の友達が落語をできるようになるって言って去年、うん、で師匠のところに弟子入りしたんですか。弟子入りしましたね。へえ。で 1,2 個教えてもらってました。あそうなんだ、うん、いやあれすごいですよね、うん、間近で落語を聞いてすげえ技術だなと思いました、うんうん、ポン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 喋るじゃないですか、うんうん、あれってどうしてるんですか。全部覚えている。ある程度筋を作って覚えて出てくるんじゃないですか、うん、でアドリブじゃなく普通に全部一語一句覚えてるんですかね。ね、すごい。あと一人で何役も喋るんだけど、はいはい、その切り替えがなんかすごいですよね。ところで発散。そうおじさんなのになんか若い女性みたいな感じの声になったりするじゃないですか突然、うん、ああいうのもすごいなと思ったし、なんだっけセンスの動きが、あそうそうセンスの動きもまたセンスがいろんなのになるんですよね。そば食ったりね、そば食ったり、うん、へえ落語ね。なんか映画よりも、うん、なんか一緒に行く人も喋りながら見れるし、うん、すげえいいんじゃないって思った、うん、落語行きました、うん、これを、うん、3000シェアされる、うん記事にする場合、はい、どういうタイトルでどういう切り口にしますか。いや難しいですね、うん、やっぱあれかな、初デートに映画行くやつはダメ、お落語しかないみたいな、そういう感じにしたいですね、はいはい、うん、なんか付き合ってたの男女とか行くといいんじゃないかなと思った。まあ飽きないですね、うん、普通に笑えるから、うん、笑いながら出てこれると思うんですよね。それは結構良さそう。映画だとねこのなんかねチョイスミスると結構大変ですからね。なんかめちゃめちゃいい映画でも嫌じゃないですか。なんかすごい重苦しいけど名作みたいな映画だと、うん、その後結構みんな自分の世界入っちゃってツシーンとした空気が二人に流れるじゃん、うんうん、いろいろセレクトむずいよね、うんうん、難しいですね。なんかゾンビ出てきても困るし正解の映画ってよく分かんないけど、うん、落語はもう行っちゃえばもうそれで OK でしょっていう、うん、確かに。しかも切り替え早いんだったらそうそう、この辺で出てご飯でも行くとか ね、 ああいいすね、結構行きやすいと、はいはい、うん、初デートで行くなら落語より、あ映画より落語みたいな、はいはい、うん、ああそれちょっと果てぶつきそう、うん、そうですね。すげえ不思議だったのが、うん、今や結構センシティブな LGBT とか性的マイノリティの差別とか、うんうんうん、パワハラ発言とか女性蔑視発言とかがガンガン飛び交ってんですよ、ね、落語だと落語だとで場内バカ受けなんですよ。へえ。やっぱお客さんも結構年齢上だから男女ともにそういうの慣れすぎてつい笑えるんですよね多分ね、はいはいはい、でも笑える僕ら世代だとちょっとおっおってなるすげえ引き戻される、はい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 、これちょっとまずい発言だよな。そうそうそうはいはい、そんなんばっかりするって。例えばあれじゃないですか相撲だって、うん、お相撲さんだって、うん、四股に入るの四股じゃないやなんだっけ中入るのって、うん、ああそうね、女性入っちゃダメなんですよ ね、 ダメですよね。なんだっけ回しじゃないや土俵か、 土俵の中入るのって女性ダメで、そういう伝統でね、そんなの今時ないでしょと思うんですけど、うん、ね、なんか大阪区長とかね女性の場合入らないみたいなね、うん、ありましたもんね、うん、だからそれと同じでなんかよくわかんない日本文化かっこ笑いに守られてるんじゃないですか。まあね、あとやっぱ放送されてないっていうのもあるし、うんうん、あと来場者がスマホ持ってないっていうのもいいんじゃないですかツイートできないできない、うん、あれがもし若い人ばっかでスマホとか持ってる人だったら今ペケペケペケって言ったよみたいな、こんなこと言ってたよみたいなちょっと危ないんじゃないかなっていうふうにすげえ思ったけど、はいはい、幸いにも観客のほとんどは高齢者なので、うん、うんうん、よくテレビでもあれじゃないですか、ベッキーがタイキックされて、はい、ダウンタウンの毎年恒例の番組が炎上するとか、うん、あとねホモードホモが出てきて炎上するとか、うん、そんなんばっかだけど、うん、あれじゃないですか、テレビもやっぱ年齢制限加えりゃいいんですよ。うん、なるほどね、高齢者だけが見る番組、はいはい、若い人が見る番組、
スマホを持ちながら見ちゃいけない番組であってね。ツイート禁止。そう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 。この番組はちょっといろいろギリなので、スマホを見ながら見ないでね、みたいな。